ティアラチャンネル。で、この中身、あ、このね、ケースはセリアさんで購入しました。15ポケットあります。で、この中身はじゃーん、こんな感じ。カラー別に分けてみました。ここは長いやつだから何も入れないで、黄色ゾーン、緑ゾーン、ブルー、イエローゾーン、グリーンゾーン、ブルーゾーンとレッドゾーンになってます。これはね、ほんとね、あのね、持ち運びにも便利だし、お勉強中にもぴったりなので、もう一回作ってみたいと思います。そうして前回のこのお菓子パレットを作ったんですけど、その動画を見てない子はぜひ見てみてね。それではこの中にお菓子をデコっていきたいと思います。それではスタート。どうしようかな。それじゃあ早速この中に入れていきます。パッカー。じゃあどうしようかな。こういうの入らないよね。完成。よし、決定。じゃあこんな感じで入れていきます。よし、じゃあまずこれ、音がいいですね。よし、こんな感じ、ここに入れました。ラーメン。よし、じゃあ次どんどん入れていきましょう。これはね、余ったからおつまみつまみ食いしながら食べる。次はシャワーペーパー。よし、あー、いい香りー。わー、キラッキラ、ほらキラキラ、シャキーン。よし、じゃあこれをね、こうやって入らないからくるくる巻いていきます。巻いて、こんな感じ。そしたら入れる。これで入るかな。お、ちょうどいい。じゃん、入ったよ。じゃあどんどんこんな風に入れていきます。次はグレープ。お、かわいい色。ほら見て、かわいいでしょ、色がかわいい。楽しいね、これ。いい香りがする。どん。よし、グレープ完成。コーラ入れます。にゃにゃ。あー、昆布に見えてきた。食べたいな。みんな身は、あの昆布好きですか？赤いパックのなんちゃら昆布。昆布のお菓子好きです。テイスト。コメントで教えてね。よし、このプッチョちゃんを入れていきます。おお、知ってた？この蓋ね、ピョンって飛ぶんだよ。こうしてね、あ、くる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 。ん？来ないよ。びっくりした。じゃあ入れていきます。これたくさんあるから色ごとに分けようかな。一回この中入れます。よし、じゃあこれをここに入れていきます。大変だけどね、楽しいね。
な感じ。次も、次はキノコ入れていきます。開けるのもったいないな、でも開けちゃおう。おお、いい音。この値段は670円でした。じゃあこれもね、3色あるので色に分けようかなと思います。せーの、おお。じゃあこれも色別に3色あります。じゃあまたこの中に入れようかな。でポイントはあんまり色が似てないカップの中に入れるのがコツ。あの、分かんなくなっちゃうからね。 OK! こんな感じ？はい、入りました。結構綺麗じゃない？あと4個です。この子たちはあのね、ちょっと折って食べやすい大きさに折ってポンポンって入れていきたいと思います。硬い。おお、いい音。最近音フェチにハマってます。よし、結構割れたんじゃない？ほら、ヘビみたいなの、すごい。アリサの S。 ほら、SS。 慎重にね、ポーンってならないように一個ずつ出しながら。おお、こんな感じです。そこでもボコってなってる。入れていきます。ここに入れようかな。どうどうどう、カメラアングル良くない？カメラカメラ混ざっちゃうね。お、入った。ほら、いい感じ。いい香りがするそうだな。ねー、え、入らないから最後のところに入れちゃおう。最後です。これを入れたら、でもほら、綺麗じゃない？ダイヤモンドみたい。じゃあ入れていきます。せーの。せーの。イエーイ。あ、これこれはこのままでいいかな。ということで完成です。キラキラキラ。じゃあこのままで紹介していきます。ティアラチャンネル。まずここにガブリチューのマスカットとコーラと、あ、これね、ラムネでした。ソーダじゃなかったね。ラムネとグレープの4本が入ってます。次、ここにサワーペーパーのコーラ、グレープ、コーラっていうかで、ね、くるくる回して混ぜて、くるくるしてます。で、次ここにプッチョのこれはぶどう味、これはぶどう味です。プッチョので、これがヨーグルトです。で、またここにぶどうがあります。で、次はここにピエロの涙コンペイトーがあって、ここがブルーで、ここが見えにくいと思うんだけどホワイトです。で、ここにロングチューのグレープ、ロングチューのラムネで、これがグレープで、またラムネがあって、最後にこのベビースターの焼きそばがあります。これね、こんな感じ。これ美味しいよね、大好き。はい、これで以上です。はい、ということで今回はアリサが駄菓子屋さんで全部買ってみました。そしてじゃん、お菓子パレットも作ってみました。ティアランズの子たちはどんなお菓子が好きかな、
コメント欄で教えてね。この動画が良かったらグッドボタンよろしくお願いします。